皆さんこんにちは、モアヌファミリーです。3月に入りましたが、今日はまさかの気温、最高気温28度ということで、完全に夏な感じになっております。でもね、こっちの人は上にまだ上着とか着てて、まあ、T シャツ半袖の人もいるんですけど、半分以上の人は上着着てるかな。もう本当暑くないのかなって思うんですけど、ちなみにうちの子は絶対暑い。今映しているところはショッピングモールでイオンが入っているところです。入り口のところで健康コードをチェックして入っているのがわかるかな。あの先週先々週と本当に冬で寒くて5度を下回るぐらいの、多分1年の中で最も寒い日だったんですけど、もうなんか1週間ぐらい経ったらもう夏になってしまった感じで、冬から夏になっております。3月にして、で今ちょっと長袖のなんか春用の服を着てるんですけど、もうなんかこれももう暑すぎてこれから着れないんじゃないかなと思ってて、これから訪れる本格的な長い夏が恐ろしい。